またちょっとあの照明打ちを打ってて。いいね、いい重いね。もう一回。ああ、いいね。で今度この内間なんだけど、あの内間っていうのはその打つタイミングなんだけど、打つタイミングなんだけど、やっぱこれって正面打ちってさ、やっぱりそのなんていうかこう上から振りかぶるわけだから、どうしても突きとか蹴りとかやられちゃうと届かないわけじゃん。なんていうのかな、まあでもね、このタイミングは俺もちょっとよくわかんないんだけど、そういうかね、なんかそれを分かりにくくするために、こうスーッとこうなんか前に構えを崩さない状態で、なるべくこの線の上に人を乗せるようにしてやると、こう相手が分からない状態で受けざるを得ない。それをちょっと意識して、うん、あ、でもそれだとちょっと威力が弱くなっちゃうね。もうちょっとこう、なんていうか、伸びて、パンッと落とすのに。そうそうそう。あ、いいね、いいね、いいね。そんな感じで。こう体重をパッてこうやると、相手がビビって、リスクの状態になるんだよね。パッて。すぐち。練習して、もう体が勝手に動くように同時にしていくっていう感じでやんないと本当だね。っていうような感じですね。でそうすると、例えばね、ちょっと今の一箇所のあのもたもたしていると一箇所の裏をかけられるんだけど、ちょっとそれをやってみようか。これで俺がね、もたもたしてるともうこれかけられるから。ちょっと僕がちょっとモタモタするから一箇条の裏を、はい、そうね、だからこれはあの本当はこういうちょっとね、実際の戦いになると多分これ線取り合戦になる、ちょっとお見合いになるはずなの、行くかなっていうような感じになるんで、本当はそうタイミングのね、タイミングの問題になっちゃう。で、上手には多分ちょっと勝てないだろうし、これで、そう、あるいはこっちがこう、ザッツッ、ああ、そうやっぱり一箇条は自分から打っとくかもしれない。そうだね、線の線だね、一箇条の表やね。でもそれで相手が、例えば一箇条やられちゃいました、一箇条の表やられちゃいました、片方の手が来てないと思ったらできるってことやね。一箇条はね、本当はちょっと実は超練習した方がいいわけで、そうやね、まあじゃあ今日はこんなぐらいで、ありがとうございました。でもよかったね、いやすごい威力あったね、びっくりした。体重プラス伊藤の